バートラム・ヒューム・ラムゼイはイギリス海軍の士官。第二次世界大戦において1940年のダンケルク大撤退を計画し、1944年のノルマンディ上陸作戦では海軍の作戦計画と指揮を行った。ロンドンの古い家系に生まれた。ラムゼイの両親はウィリアム・アレキサンダー・ラムゼイ順将とスーザン・ニューカム・ミッチェナーであった。ラムゼーは コルチェスターロイヤルグラマースクールに通った。そして、1898年に、ラムゼーは王立海軍に入隊し、軍艦ブリタニアの乗組員となり、年内には海軍主管候補生となった。承認に伴い別のカンクレセントに移った。そして、1902年9月15日には、中尉の階級となっていた。1904年12月15日には、退位となった。 第一次世界大戦において、ラムゼーは初めて艦長となり、小規模なモニター艦 M25 を与えられた。1915年8月から2年間にわたって彼の艦は、ベルギー海岸沖のドーバー海峡防備部隊に属することとなった。1916年6月30日に中佐に承認した後、翌年の1917年10月に、 ドーバー海峡防備部隊の別の艦、駆逐艦、ブロークの艦長となった。1918年5月9日、ラムゼイの艦は、ゼーブルフヘ襲撃に参戦し、続いて、第2次オーステンで襲撃に参加した。その結果、ラムゼイは、軍工法において、特別軍行者として表彰された。1929年2月26日、チャールズ・トムソン・メンジーズ大佐の、 娘ヘレン・マーガレット・メンジースと結婚した。ラムゼー夫妻の間には、デイビッド・フランシス・ラムゼーと、チャールズ・アレキサンダー・ラムゼーの二人の息子が生まれた。後に、チャールズはサンドハース統立陸軍士官学校で、教育を受け、国防義勇軍の総司令官となった。ラムゼーは1938年には海軍を退役した。しかし、一年後に、 数字区国の脅威に対応するために、ウィンストン・チャーチルによって軍に呼び戻された。ラムゼイは中将に承認し、1939年8月24日、ドーバー司令官に任命された。彼の任務には、予想される駆逐艦の襲撃に対する防衛、イギリス海峡艦の軍事交通の保護、潜水艦のドーバー海峡の通過の遮断を監督する。 ことが含まれていたドーバー司令官である中将として、ラムゼイはダイナモ作戦、いわゆるダンケルク大撤退の責任者となった。ドーバー城の地下のトンネルで作戦計画を練り、ラムゼイとその部下は9日間働き投資で、フランスにおいてナチスドイツ軍に追い詰められた軍の救出を行った。 ダンケルクの海岸から338,226人のイギリス及び連合国の兵士の救出に成功したことにより、ラムゼイは作戦について個人的に報告するようにジョージ6世に求められ、そしてバス勲ン賞を授与された。ダイナモ作戦が完了した後、ラムゼイは予想されるドイツ軍の進攻からドーバー海峡を守らなければならないという大きな問題に直面した。 約2年にわたって彼は軍を指揮して政界権の維持に努め、そして再び軍広報において特別軍校者として表彰された。ドイツの戦艦者ルンホルスト及びグナイゼナウが護衛と共に1942年2月にイギリス海峡を越えた時、ラムゼーは指揮に当たっていた。イギリス側はこれに対応するためフラー作戦を計画したが、イギリス軍は不意をつかれ、 ドイツの軍艦の通過を阻止する試みは失敗した。1942年4月29日、ラムゼイはヨーロッパ上陸作戦の海軍司令官に任命されることとなったが、しかし作戦は延期され、ラムゼイは北アフリカ上陸作戦における連合国の海軍副司令官となった。1943年の連合国のシチリア島、 上陸作戦の間、ラムゼイは東部担当部隊の海軍司令官となり、陸海軍共同作戦による上陸の準備に当たった。1944年のラムゼイ。1944年4月26日に現役軍人名簿に復帰し、同年4月27日に大将に承認した。そして、反抗のための連合国遠征軍の海軍。 総司令官に任命されたこの時、ラムゼイが実行したことは、歴史家のコレリバーネットによって、作戦計画の最高傑作だと評されている。すなわち、ラムゼイは、約7000の艦からなる艦隊をまとめ上げて指揮し、作戦結構日にその名前が使われることで、王立海軍の記憶に留められている。ありがとうございます。